今回ほら公明党が自民党の補選で自民党の支援に入らないって。 まずいね、これもだからこういうことなんですよ、うん、あの来年、いずれは来年、うん、都議選がある本選の時に戦わなきゃいけないわけだから、うん、補選だからって言って、協力関係になれない、うん、自民なんか乗れないよ乗れない、うん、だから今回のそのね、うんうん、その論理から言ったら、日本、うん、あの維新の会の,その生還するっていうのは、うん、まあ、おかしくない話ですよね。うんうん、ま,ま,しまして ぼ疑惑出ちゃったね萩生田君ですからね <laughs>、うん、それはやっぱり公明党の支持母体の皆さんは頭きてると思いますねあのーうん、女性部の方々は本当に頭にきてる、うん、相当頭きてると思うんだ,だ、うん、拠点なんだよでもねや。4万票以上あるんだけど、ねうん、そういうあの苦難の お状況に置かれてるのが萩生田光一さんですねもうと,、うん、とてもじゃないけど総裁選なんか構ってられませんね、本当にね、そういう大変な状況がねこう、渦巻いてるあれなんですけども、あとね、もう一つ気になるんですよ、はいはい、令和は一体どうなってるの、これ、潜水艦になってるけど。 蓮舫さんの側に明らかについてないよいいてなと思いますよ、ただ、スピーカーというか、それだけ紹介しただけの関係だとスピーカーを紹介したのか、そう、聞かれたから、一応これ、使ってますよ。俺の知ってる誰かが仲のいい議員に教えてやったのか、リース会社を、誰とは言わないけどな、リース会社の案件だからね、ステージ作って、あの、 表置きの,、まあ、あのラッパーを置いてってやつなんですよ。うん、本当だからあ,のあれですよねうまくうまくっていうかまとまれば60万ぐらい、うん、山本さんの票としてはあるわけなのであだからあのまあキャスティングポート握れるわけですからね,ねそういう意味ではね。うん だからこれは変な話だけど石丸さんついたらグッと上がるよねそうですそうです、うん、グッと上がるグ、ね、と上がるですよ、うん、あのそれはいね60万のうちのいくらかは石丸さんのところに行ってるだろうし、うん、またいくらかは蓮舫,蓮舫さんのところに行ってると思うん、これさんま行かないと思う行かないと思いますけど。うんうん ただまとまってやると結構な威力になるんでだから結構だから維新の票とねあの令和の票っていうのが結構行き先によって変わってくるだって合わせたらら万万票票はききまますすからねそうすると大体今回の,あの都知事選挙はね200万がボーダーラインだと見てるんですよ。うん、で蓮舫さん「あああともう少しで200万」っていうね,こ,うねこの間俺初日ねトラウマになったんですよ。 レモンさんがねお立ち台立ってるねすぐかぶりつけで見たらねちょっと近すぎたなと思ったら、うん、やっぱりね絶叫しながらねこうやってこうやってね空に向かってね手を伸ばしてね「ええ!」って言ってるんですよ「うんうん、もう少し」で届かないんだよっていうね,ねあの金切り声を上げてましたからねあれは本当に見るとねトラウマになるんですよ、あのー、だからちょっと届かないでもね石丸さんはその時点でね実数であの予測で見ると100万ぐらいは届くか届かないかでも これにだからまああり,ありえるかなどうか奇跡だけどね維新とれあの令和が積み上がって大部分いけばね200万が見えてくるなってとこくんですよ。いや もうすでにその中にいくらか入ってるから、か維,新とうん、維新と令和のもと令和の票が、うんうん、全くもって今までの,その石丸さんの票っていうか、うん、今の計算のところに入ってないわけじゃないから、うん、だから200万っていうのは、なかなか届かない万届かないと、ちょっと厳しいかなと思ってるんですよ、うん、あの投票率が下がってもね。 うん。あ一人二票つくんだったら別ですけどね。まあ,あそうそう。ただねあとね石丸さんもね僕もあのポイントポイントで観察ししてきてねあの調子の関係が変わってきてんですよね。あの地元の人がね出だしてんですよ。 あそこ、あのー、戸越銀座あたりから地元の人が連れ立ってきててでも下手だったのはその人たちを振り切って行ってしまったああ残念っていうのを見てみたんだけどね僕ね。それを僕が配信したらなんかそうならないように努力してるの分かって今度はあの大田区でやった時はねまだまだ数は十分でなかったけども地元の人は多かったですね。あの あのやっぱり蓮舫さんが石丸さんに追い上げられているのはそこだと思うんですよ、トータルの数で言ったらね、うん、その一つ一つの、ね、集会の数は蓮舫さんの方が多いとしても、うんうん、トータルの数で言ったらね、だって,だって倍3倍、うん、ぐらいはやってるわけですから、ね、完全に負けてるわけですよ。うんうん、で、毎日、毎日しかも10か所前後やってるっていうことは。うんうん それはやっぱりこう舐めるようにやってるわけでしょそうですんなのだってそこでピンポイントにね、うん、やるのよりも絶対に票を固めるのには、うん、なんていうか、まあ、それはあのあれじゃないですオーソドックスな選挙のやり方じゃないですか。私ね、うん、言ったのあのあ、うん えー、立憲民主のね選挙を手伝っている人がいて安住さんどう思いますって言われてあれはね錦糸だったかなうん、うん、の時に行ったらどう思いますかって言われてであの時女性ばっかりがあ,のあったじゃないですか助教団とからキラさんが出てきたりとか、うん、で人はたくさんいたんですようん、うん、だからあ人はねあの集まってるけどこれなんでねなんで演説回数少ないの1日の でねあああの、完全に1日に1箇所とか2箇所とか、め今でこそ3箇所ぐらいになったけど、うん、最初はもっと少なかったじゃないですか、1>, うん、1箇所でたとえ,えね、うん、2000人集まったとしても、でも2000人、今の蓮舫さんだったら、なかなか集めるの難しいと思うけど、うん、2000人集まったとしても、うん、じゃあ、石丸さんは、私が見たところでは、1箇所大体500人ぐらいなんですよ、それを10箇所やったら、5000人になる。うんうんうん でこれねやっぱりねあのインパクト違うよって、うん、そこいろんなところねやっぱり行くわけでしょそれあ,のあれですよあの東京都のこっちからこっちに行くわけじゃなくって、うん、その地域地域で抑えていくんだろうけど、うん、だけどトータルで言って延べの延べの動員数っていうか延べの来てくれる人の数で言ったら、うん、あっちの方が絶対多いですよと。 ええー、組織票がなくったって、そちらの方で積み重ねていったら、その。硬、うん、い票が出てくるわけだから、なんでやらないのって言ったら。いやー、参謀の人、がやらせないんですよ。本人はやりたがって。あれ、参謀なの。なの <laughs> <laughs> 今で分かっちゃったんだけどさ、僕はね、うん、あのね。 ううまくいいいってないねという話です、うん、あと聞いたらあの本人はもっとやりたがってたんだけどっていう話だっただろう。いやでもね、うん、僕ね今ね自分が回想してみたのね、うん、でもう本当にねそれが不思議だったんですよっていうのはね蓮舫さんはこの間東京選挙区で選挙して再選されてきてるでしょ、まあ、票を落としたけどこの間はね。うん 東京選挙区でやるということと都知事選やることって結構重なることが多くて同じだしやるべきポイントって同じなんですよ。でね僕なんかはあのやっぱり89年,あの89年92年と95年あの東京選挙区で戦ったんですよ。でその事,務事務所で戦ってたのね。 だから、あのー、はっきり言うと頭の中にどのポイントやるかって全部入ってるんです。うん、だから今回もね、選挙配信やった時に、戸越銀座だったらここに止め,止めたらこういうラッパの,あの、要するにラッパの向きまで全部頭入ってるから、これはダメだよ、これ、石丸さん、これじゃ音入んないって入んなかったわけですね。そんなのはいいとしてね、あのー、今回の秋葉原にしてもし、あのー、どこにしてもね、光が丘にしても、どこにしてもね、あの、やるべきポイントをね、抑えてるのは石丸さんなんですよ、実は。 石丸さんあっ東京でこれちゃんと押さえてやってるなと2回やるべきとか2回押さえてるなそこはあの藤川さんがやっぱり経験があったんだと思うんですよ。ところがね本来選挙を経験してるはずの蓮舫さんがなんか現れるべきとこに現れてねえなと。そうなんでですね、うん、でねあのミ 旧民主党ね最初期民主党じゃないですかうん、うん、民主党の時に私が言われて、うん、あの聞いてるのは、うん、蓮舫さんっていうのは不動票プラス23区の票を集める、うん、で対してその蓮舫さんとまあ一緒にやってた小川さんって方いらっしゃる小川敏、ね、夫さんねあの方は多摩の方だから23区以外の地域とそれから組織票をまあ言ったらそれを集めて当選するということで2人。 出してきたわけですよ、うん、そしたら得意なのは23区なわけですよね、うん、そしたら23区得意なところを固めて行きつつも、うん、多摩の方の開拓をやるっていう風にやればあ,ある程度もっとなんか動けたんじゃないかなと思う、うんうんうん なななんで動かかいのかなとあれ、ね、結構、車回してるスタッフ見て共産党いるのにね、うん、共産党が得意な団地作戦やってないのよ、例えばたまニュータウン、うん、それから高島平、光川か丘、ね、ここね上手に回して、だからそこっていうのは、結局はもともとで言ったら小川さんのところですよね、小川さんんももやってたもんテリトリ,テリトーねそしたらそこは、小川、い、まあ、わゆる民主党の支持者は。 蓮舫って書かずに、小川って書いてたわけですよね、そ,それまで、そ,でそれを都知事選で蓮舫って書かせるためにはどうしたらいいかといったら、そこを重点的にやるしそうですよ、よね、なんでね、だから小川さんとも僕、衆議院でぶつかったことあるし、うんまあ、最終的に彼、参議院やったけども、彼だって回してるところね、まあ、僕、民主党時代もよく知ってたけどね、うん、彼のことはねあの、小川さんは必ずね、たまニュータウンと光がうこうやってるわけうん、うんで、練り歩きまでやるわけ、うん、で、沸くわけ、日曜日と土曜日やると。うんうん それやってないんだよね、今回蓮舫さんはね。蓮舫さんね、タレントだからね、光顔がたまに歌うんでやったら、大変ですよ。うん、うん。で、それに共産党特有の高島平とも連れてきゃね、プラスアルファになるんだよ。あ、あの、多の方はね、うん、やったのあるんですけど、もう少し私が思うのには。うん、石丸さんに近いような感じの、うんうん、やっぱり、まあ、あそこまで十箇所まで無理かもしれないけど。うんうん、少なくとも、まあ5、五、六箇所。 やるべきだと思うし、うん、それからさっきのね、うん、あの昨日の西釜石でやるんだったらね、あのざーっと飛んでそこで三百人ち、うん、ね三百人ちょっと集まってるところに買うだけでも出すとかね。うん。うんうん、むしろ北千住やってないでしょんで。北千住まだやってないんじゃないですか。うん、この時期にやってねえってどうなんのかなと思うけどね。あそこ確かにね、公明党の支持権盤も強いけど、一時 足立区って共産党の。共産党でそうです。区長が出たように、共産党も多いんですよ。今は共産党じゃないです。ないんだけど、あれが多いですよ。多いです。多いです。共産党の議員団多いから。共産党の区議の力で、わっとやらね。同じぐらいで、昨上ね、満杯できるんですよ。なんでやらないのかな。やるべきことやらないで負けるってこと、なりかねないよ、これ蓮舫さん。 まあいいけどね、俺負けてほしい。いこと <laughs> いやいやまあ、そんなこと言っちゃダメなんだけどね、そうしたら、うん。まあ頑張ってください。頑張ってくださいね。頑張って,張って決して蓮舫は押してないけど <laughs> <laughs> いやいやいや。いやいや、頑張ってください。うん。だからね、案外ね、だから、 その選挙の神様って、うんとか思っちゃうんですよ、藤川さんだって、東京維新の会の事務局長だった人だからね、あそうか、この人かと思ったときにね、それを売りにしちゃだめだろうと思ったんだよ、僕は石丸さんのところに悪いけど、でもね、この人がやっぱりきちっとしてるところはね、抑えるべきポイントは全部抑えてるんですよ、で、ちゃんと一つ一つ成功させて、これを積み上げる、これがね、東京のコツなんだよね、その定跡はやってる、だ蓮舫さんがそれをやれてないことがすごいなと。 要するに新人同士の戦いではなくって2期8年やったその小池さんしかも小池さん、まだやる気満々っていうところを倒すっていうことだったらあの小池さんと同じことをやっちゃいけないんですよねで小池さんは前言ったら守りに入ってる。る守りに入ってる小池さんをどのように倒すのかっていう攻めに行かないといけないのに圧倒的になんか露出度は守りに入ってるうそうだよね いやそれもあるし、まあ、でも小池さんは小池さんで、あのー、すごい王道をいくような戦いやってるからねいやもうなんか女帝っていうか、うん、本当に女帝だよどんなにアンチが来ても女帝だよもう本当にもうなんかどんなねどんなあの、うん、世界の終わりの日でも、うん、もうあの人多分ニコニコできると思うんですよ、うん うん、それあんなだってね普通ちょっととちりますよあんだけやじがねすごかったんだから秋葉原でも全然とちれなかったですからねあのそれもありますしねあ,のあとね僕こう言ったらあれだけどねもう一つだけこれは指摘したいんだけどあの時間が迫ってるんだけどねあの今日俺の石丸さんの市長時代の問題で名誉毀損で控訴、えー、審っていうよりは審がやってないんでねもう交際で。 交際で、はい、交際か一審で名誉毀損が成立するという判断で、うん、それで党衆ですよね、だからね、選挙戦の最初にこれ出るのはね、かなりマイナスなんで、石丸陣営の、だから,だからって石丸だめだって言ってんじゃん石丸陣営の方はね、相当ね、腹くくってね、やらないと、上乗せができないんだよあの。今までのところはね、抑えられてると思うけどね、上乗せできないから、相当ね、うん あのー、このなんていうかな裁判のことでどうのこうのっていうことよりもねこんな具体的なアド,アドバイスになっちゃうからこれ以上言わないけど、あのー、相当頑張んないとこれね突破できないですよ。うん、だから結構ミスなんていうかこう3人だけの戦いになっちゃってて申し訳ないんだけどあの小池蓮舫石丸でそれぞれになんか限界を抱えてる。でも小池さんがこう 持ってる力を全部やってじわじわ突破していって逃げ切ろうっていうような状況が昨日あたりで見えたかなだからこれがどうなるかってのはこれからですけども石丸さんもちょっとまずい要素が出てきちゃったんでいま、ね、だにね今日の広島高裁の、ねうん、判決のことを、うん、まあ出てきたら、うん、そしたら、うん、なんで 小池さんの経歴詐称疑惑についてやらないんだっていう話があるんだけど、うん、これは裁判に一応刑事告訴されてるみたいですけど、うん、じゃあ刑事告訴になってじゃあ日本の警察権がエジプト政府に及ぶのかって言ったらこれ普通で考えたら及ばないんですよ。れは、ね厳しい 小島さんも分分かっててて多さされてると思うんんです、うん、で小島さんはご自分で確信があって、うん、そういうふうに相談されて、うん、そういうあのエジプト大使館に言えばいいんじゃないですか、うん、みたいな経緯をご存知なので、うん、そういうふうなことがね、うん、あの確信があるから、うん、できるだけのことをやってみんなに有権者にそのことを広めるために刑事告訴されてて。うん、あの <laughs> あの小島さんもね弁護士なのでこれ、うん、<laughs> あの日本の警察権がエジプトに及ばないということは十分ご存知、うん、十分ご存知でありながら多分刑事告訴されているそれは何かって言ったら、うん、こういうのは私はこういう確信があるんだから有権者の人はこれを知ってほしいっていうような、うんううね、要するにそう,いうそういう意思表示なんですよ。まあ、今でできるることをとといううそうされてるわけですよだから 小島さんの,あの行動も分かるわけです、うん、だけど、実際問題として、じゃあ、じゃあ警察が動いて、うん、じゃあエジプト大使館の中に、うん、じゃあ強制捜査に入るのかっていったら、こんなんできません。ね、せんあの公権力、いわゆる司法が、ね、動いて決着つけるっていうふうにはできない状況な,なただし、うん、これは皆さんね、材料としてよく考えてほしいのは、やっぱり、まず自らがですよ、小島さんの場合、自らが、その学歴のこの問題で、 こう相談を受,、ね、受けて隠蔽する方向の工作に自分がタッチしたという、うん、当事者としての立場で言っているってこというところが大きいんですよだから、あのーあのー、ぜひ、ねこれね、興味のある人は小島さんが、あのー、どういう内容で、えー、刑事告発をしたかというのをもう一度おさらいして、まあ、それを議論したらいいんじゃないかと思いますよ。 うん。だから否定はしない一概に。でもう一つ言うとね、もう一つ言うと、刑事告発されたけどこれについてまだ、うん、<laughs> 裁判にもなってないし、うんうん、それについて何とかっていうのは言えません。うん、だけど石丸さんの場合は、うん、判決で一応。 交際までで出たわけなんですよねそこがね、ちょっと違うんで、うん、石丸さんの自衛もねあの、本当にあの腹くくってやんないとダメですよだから。だから石丸さんがダメだとか言ってるんじゃないんですよ、私たちは。でまあ、同時に小池さんについてもね、客観的なこと言ってるんだよねあの。実際だからこれで、えー、犯罪者なんていうふうには言えないですわ。うん、ただね、こういう疑いがある候補者だっていうことはね、あの皆さん言っても間違いじゃないと思いますよ。それは。ただ、 裁判では決着はつかな,いな,なかなかねだから外国だっていうところがね一、うん、つやっぱりあの、うん、非常に高いあの、うん、壁になってるわけですよねで,ね、うん、で実際ね大使館も出てきたらエジプト側の当事者もね、うん、もカイロ大学の名誉を守るために運動可能とか言い出しちゃったからね、うん、あ<ー>エジプト側の関係者がねだからそういうまあ非常にああ言えばこういうになってるという問題があるとあそういやう玉神さんのこと何も言わなかったね すいませんあの上さん頑張ってください <laughs> 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 あなんかでもねこれだけはいいけどねなんか鴨上さんはやっぱり反宇宙車の方で結構ねあの支援者が、あのー、ちょっと新たな取り組みをやるというようなことでね、あのー、前池袋で4万人集めたデモやったけどね まあ満単位で人を集めようじゃないかっていう動きが週末に向けてあるんだということを聞いております。まあうまくいくといいなと思ってますよ、うん、私は。それはそれでね。やっぱりでもの意味でね政治に関心を持たれる契機になるっていうことは非常にいいことなので皆さん頑張っていただきたいと思います。はい、あの、ね、変な変な悪乗りしないようにあの,あああのいやポスター問題みたいな変な悪乗りはされないように。うあんなるどうしようもないよ。<laughs> あのすべての悪の顕像だよ。本当にあのだって言ってたもん。 だって翼の党だって結局生みの親は彼なんだよねある意味で手法としては<あ>橘さん、うんまあそういうことでございますんでね選挙はやっぱり本来の 民主主義を正常に機能させるために、正しく運営されるべきだと、私たちは思っています。ということでね、はい、またね、あの取材して、いろいろな配信しますんでね。あそうです。それと、うん、えっと、ちょっと、えっと、一応、あのお礼とご報告なんですけども。あの七月の八日から。 早稲田大学エクステンションセンターの講座の解説がもう決まりまして、うんはい、皆さんあのたくさんあのご応募くださいましたみたいで枠の方がちょっと広がったみたいでございます。うん、でそこでですねまたあの、えー、7日に投開票なので、うん、まとめたお話を8日、うん、翌日、ねはい、やりたいと思いますのでご参加の方あのよろしくお願いいたします。うんはいはい、ぜひあの7月8日にね え、安住さんがあの、講演されるそうなんでね。あの、あの、申し込みはできるわけですよね。あ、まだ、多分できるんじゃないですか。はい。はい。はい。あの、お調べになって、皆さん、あの、ぜひ、え、応募してください。ということで、今日はここまでいたします。これから、あの、ケーキ切って食べますんでね。はい。これから、誕生会になります。はい。どうも、ありがとうございました。じゃ、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでたくないんだけど、間いやいやいや。長生きしてください。はい。長生きします。はい。じゃ、うも。はい。どうも。